はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、うちのこのジャイロキャノピーのね、あのスイングキックをですね、こいつをねちょっとバラしてみたんでね、ご紹介したいと思いますね。これはね、あのエンジンがね一回あのクランクシャフトのベアリングがねいかれたんで、あのセコのねあのエンジンをエアフロークで買ってきたんで、その時にね一緒についてきたんで、まああのストック品としてね残してあるもんなんでね、そいつをちょっとバラしてみたいと思いますね。ということでね、中身ちょっとバラしてみたんですけどね、これはねなんかゴムのダンパーみたいなやつがね、これ1、2、この下にね2つ入ってるんでね、合計4つ入ってますね。でこれがね一応可動のね、なんかプラスチックっぽい、メタルかもわからないですね、ちょっと硬いからね、硬質のプラスチックかもわからないですけどね、これが可動しますね。一応中はねなんかグリスみたいな感じでね、そんなにもうあのベアリングみたいには動きませんね。ちょっと鈍い動きのあれですね、回転部分ですね。あと軸があって、でねこれがねなんか変な形になってますね。これね、これがこう来るんでしょうね、スイングでね。この前から来てるね、このスイングのね、あのパーキングのワイヤーを引っ張るとこういう形で、ここにねギアがねあるんでね、1、2、3、4、4枚ねギアがあるんで、この中にこのピンがね食い込んでスイングが固定されるいう感じになるんですね。これね、これ引っ張るとね、でねこのあの後ろの方にもねこれワイヤーがねずっと出てるんですけどね、これはあの、まあ、パーキング引いた時にね、あの車体が前後にあの動かないようにするあのブレーキの方ですね。でねブレーキのねドラムにあのつながってるわけじゃなくてね、デフの中に入ってるんでね、またこれもねあのデフの中にこういう機構があるんだろうと思うんですけどね、それで爪で、まあ、あの止めている感じになりますね。こういうね形になってますね。今シャフト抜いたところですね。これがベアリングになってますね。これね、さっきのギアですね。このねなんかダンパーみたいなやつはね固定されてませんね。ただ単にこういう感じでね入ってるだけですね。これがね動いた時にある程度こう動くような形になるんですかね。これはねもう軸に固定されてますんでね。ということでね、まああの元の姿に戻ったんですけどね、まああの外すのはねこれあのネジがねこのボルトですね、こいつがね非常に硬かったんでね、インパクトで外しましたけどね、まああの締め付けはね相手がこれアルミの素材になるんでね、できればねあのトルクレンチをあの使ってね適正値でね締め付けていただきたいなと思いますね。本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。